続いて、まだまだまだある、まだまだあります。マジでご覧ください。チコリ来た。何してんの皆さん、こんばんは。ワッキー、フッキー、おめでとう。深川じゃん。誰だか分かりますか？分かるよ。マラティニーコこと北海道室蘭大谷サッカー部 OB 深川智隆です。分かるかな？めちゃめちゃ嬉しい。マラティニーコと呼ばれて何かございますか？本当ね、友達と一緒に、なんで息上がってんだよ、見てたんですけれども、マラティニーコって中学校時代に呼んでてもらったなんて全然分からなくて、本当にね、僕48歳で、もうワッキーも一緒なんですけど、マラティニーコ、マラドーナ選手、そしてプラティニ選手、ジーコ選手、3人が混ざったこの神が一緒になった、こんなあだ名をつけてくれるなんて、本当にワッキーどうもありがとう、本当にね、生きててよかったなと思うぐらい嬉しかったです。ちょっと思ってんのかよ。ワッキーとの思い出特にないいや、ないんだよ。接点はないから。冗談なんですけど、いや、本当にないでしょ。ワッキーも覚えてるかどうかわかんないんですけど、千葉のグラウンドで市立船橋高校と室蘭大谷高校が1回だけ練習試合やったことがあって、僕、当時日本ユース代表に入ったりとかしてて、そこそこ、活躍してるような選手だったんですけど、その時に削られてすぐに退場しました。で、その先輩が言ったのが、仲間が言ったのが、あれ削ったの、あのペナルティのワッキーだよ。当時から勇猛果敢にチャレンジする、サッカー界でいう俗に言う削り屋だったと思うんで、ぜひね、またどっかのタイミングで、ワッキーともまた対戦したいなと、そんな風に思ってます。はい、ワッキー、お互い若くないんで、これからも体調に気をつけながら家族を大切にして、みんなを笑顔にしてやっていきましょう。またこれからもよろしくお願いします。お会いできることを楽しみにしてます。それではめちゃめちゃ嬉しい。マラティニーコじゃん。というマラティニーコ深川くん、嬉しい。室蘭大谷のユニフォーム着てくれてたよ。あれも懐かしいね。めちゃめちゃ懐かしい。ほら、トモが言ったけど、あ、ユースで一緒だったんですか？そうそう、これはユースで一緒で、トモもね、トモ言ったけど、いや、俺全然記憶にない。だって練習試合した記憶もないから。で、俺削ってたの？1回って言ってたもんね、試合。うん、1回しかやってない。その中でそれをやっぱ削った記憶はないと。全くない、全くない。俺いろんな人削ってるからね。ああ、七海博士も削ってるから。いや、もうすごい選手たちを削ってるね、あなたは削り屋だったのかな、俺。まあそのね、いや、でも本当に僕が中学校の時にね、見て、本当にもう衝撃的だったんだから、深川選手は。まあそのぐらいね、北海道でもう一つで一番うまかったから。それでマラティニーコと、そうそう、マラティニーコってあだ名つけたの。3人の神ね、神くっつけちゃったんでしょ。で、なんであれあんなに息が上がってたの？もうちょっと落ち着いてから V 取ればよかったでしょ。なんかあんまりやってないです。今ね、トモもの、トモも毎週インクルーシブスポーツって、なんか障害がある、これ出てるけど、あるのは関係なく、年齢も国籍も性別も関係なく、みんなでスポーツサッカーを楽しもうと、毎週スクールを、これね、子供たちもいるけどやってると。そうなんだ。そうだ、この VTR もみんなほら撮影ね、楽しく撮影してくれましたし。いや、これも、ね、素敵なことをしてるな。だから僕たちも、僕もたまに参加してるんですよ。え、そうなんだ。そうそう、だから今連絡取ってるところもあるし、ぜひワッキーも。いや、もう行きたい行きたい、参加して行く行く、参加してまた削って。なんで削るんだよ。削ってあげてもう削らないでしょ、マラティニーコ。おじさんになっちゃって、マラティニーコ、今でもうまいでしょうね。うまい、うまいですよ。絶対うまいでしょ。足元とか、足元はね、体力がね、もう多分俺今ゼゼで、それはもうおじさんだからしょうがないけど。だから、トモもマラティニーコも、こうワッキーが病気になったのを最初なんか奥さんから聞いて、奥さんがワッキーの大ファンだと、で、マラティニーコも絶対大丈夫だと、一応の苦しい練習を乗り越えたから、この病気も乗り越えると。うわー、奥さんもありがとうございます。いや、そんなね、まだまだ